いいよキャンツメッシー。実際今日僕らやっていくんですけど、今日はですね、今順位がちょうどいい感じでして、6600到達したんですよ。で、デッキはこのね、三種の神器。まあ、前の動画見た方は札束デッキで覚えておくと思うんですけど、このデッキが、結構今勝てまして、結構いい感じに勝ってるんですよね。で、負けもありつつなんですけど、こうトリトンがあんまりいなくて、今シーズンこのデッキで8000いこうかなと、思っています。で、今日はこのね、世界84位から生マルチ参戦やっていくんですけど、その前にちょっとだけね、話したいことがあって、お時間ください。聞きたくない方は飛ばしてもらえばいいと思います。ちょっと真面目な話なんで BGM 聞きます。あのね、ドズギョさんの動画今日出ての、まあ、見てない方は概要欄見てください。その動画見てからの方が多分、この話面白いと思うので、見てきてほしいんですけども、昨日ね、俺がおいドズルっていう動画あげたわけよ。まあ、内容としては、見てない方は今見てきてね。話すよ。話すからね、今から。ネタバレしちゃうよ。その、内容としては、そのリーグの切り抜きとかすげえ頑張ってて、で、それなんかこう、まあ、ドズギョさんを褒めるみたいなね。そう、一つのちょっとネタから、ドズギョさんを褒め倒して、みたいな。で、最後に、まあ、おねだりするっていう、動画なんですけども、それのね、アンサー動画を今日ドズさんが出したんですよ。これ見てない方見てきてね。それを最初見てて、なんか、ね、なんか、真面目にふざける。全力で、バカをするみたいな感じですげえ面白かったんですけど、途中からね、すげえカウンターもらっちゃって、ドズさんがすげえ自分のことをね、こう、話してくれたんですよ、いろいろね。で、昔のこととかも話してくれて、マジで泣きそうになって、なんならちょっとちびった。涙ちびったぐらいで。いや、マジで、なんかあったかかったんですよね。で、なんかね、俺そういうの弱くて、もう、しかも無警戒だったからさ、マジかと思って。でね、その、クラロワっていうゲームが今熱くて、俺らの手でやっぱね、こう伸ばしていきたい。で、ドズさんの動画を見て、改めて、あ、俺この人と一緒にやっていきたいわってマジで思ったから、ね、クラロワマジで、神ゲーにするし、このクラロワ界隈自体も、やっぱ神の界隈、あそこいいよねっつって、他の YouTuber の人とかも、こう参入したくなるような、ね、そこに対しての障壁はいろいろあると思うよ。下手だったら叩かれるとかさ、そもそもなんかいろいろね、課金がうんぬんとかいろいろあるかもしんないけど、全員でね、あったかく迎えていきたいし、そういう方向を作っていきたい。だしみんなだってさ、ファンいるでしょ。ファンじゃねえわ。好きな YouTuber、好きなプロゲーマーとかいると思うんだけど、もうね、いいんよ。その、この人は嫌いとかでもいいんだよ。じゃあ好きな人を応援し続けようって思って、こう、俺らは先頭で走り続けるんで、みんなでね、ついてくる方は一緒に楽しんでいきましょう。Twitter とかね、Instagram 概要欄に貼ってあるので、概要欄か。いや、インスタは貼ってねえか。Twitter とかあるのでね、よかったら Twitter とかでもよく、喋ってますので、ぜひ見に来てください。ということで、話長くなっちゃったんですけど、マルチ来まーす。よいしょ。まあ今の全部嘘なんですけどねっていう、照れ隠し入れとくんですけど、いや、ドズさんはせこいわ、マジで。喋り方がまず知性溢れる。知性的なんか頭いいというかさ、その、聞きやすい。やっぱ聞いとる側も、その、話し上手というかね、ドズギョさん。いや、マジでね、あれはね、周りの人から見ても、あ、いい話だったなーってなると思うんですけど、本人はね、やばいよ。しみる、本当に。まあ、そんな感じでちょっと、大丈夫かな？集中できるかどうかわかんないですけど、やっていきまーす。まず大事なのは、先を見据えることと、手札把握とエリクサー把握です。はい。これできないです。帰れって言ったらね、みんな閉じちゃうんでごめんなさい。ごめんね。じゃあ、今のは、マジ嘘。マジ嘘だから。ちょっとごめんね。それは違う。これね、クロスだった場合は、マジアチャで、シュパシュパしたもん勝ちみたいな。はい、もうマジアチャ、こんなんマジアチャ、マジアチャ。もうね、もうシュパってください。うわ、雪玉。今、掴み遅れた。ごめんね。ごめんね、本当に。あー、なるほど。逆にオッケーみたいな。はい。守れる、守れる。クエク、お前はまさか、お前はまさか、おんねん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 。逃げろ、逃げろ、言うね、逃げろ。オッケー。これ、あれです。フリーズクエイクのミニペイ入ってるスケラです。やばいやつおったわ。こいつは勝ちて。こいつは勝ちて。ミニペイと、フリーズとクエイクなんで、こっちのマジックアーチャーに対して有効度がないんですよ。今、そういうデッキが多くて、マジックアーチャーを活かしつつって感じですね。まあ、見てくれたらわかると思う。まず、マジアチャー出すじゃん。で、相手後ろからなんか合わせてくるのね。そこを全部端前で、工場で勝ちます。なるほど。まずあれが来るってことは、今アイスゴーレム切ったんで、ミニペッカか、メガゴが来るんですね。で、なんならフリーズボーイしてくるんで、ここはローリングバーバリアンで、まず、こうターゲット取りつつ、ランバーも出して、ここ雪玉。
で、これマチダチがフリーズ解除されたら、トーンってやってくれるんで、これ大体多分、アイスゴールムとかで受けるしかないかな。こんな感じです。こんな感じのをやってって、このマジックチャージが入るじゃん。で、これで相手エキスラ出して、これを言うので返すと、どんどんズレが生じるんですよ。それを繰り返すってのが、まずこういう呪文なしの相手の立ち回りになりますかね。はいはいはい。飛んでくれ。飛ばねえか。これ、ラム出して、多分、あれが来る。ミニペ。この位置だったら、強いな、お前。スケラか?トゥートゥルトゥートゥルトゥー。よいしょ。で、フリーズ来た時用にマジックガチャ出しておいて、丁寧に雪玉で防衛していきます。まあ、前のね、コウモリにやっといてもいいんだけど、今相手フリーズ切ったんですよ。ってことは、わかる。そうなんです。ここの攻めで決めたい。ただ、2周目フリーズ回してくる可能性もあるよ。それがね、ちょっと怖い。ただ、まだ回んないはずなんで、ここマジガチャ量産してあげて、よいしょ。OK。で、本当に延命しまくる。で、マジアチが残れば残るだけ、戦闘力が上がるんで、ミニペックかな、ここ。うん、なるほど。相手もね、防衛がさすがにうまいですね。うまいけど、持ってかれるとしたらここなんで、ここで攻めます、もう。で、フリーズ打てないんで、これ。で、打てないよね。打つんかい。これ美味しい。相手焦りましたね。で、あとミニペッカだけ警戒してあげて、ドガーンっつって。ここだねー、フリーズ打ったんで、さすがに止まんねえやろ、これ。止まるやつおる。オッケー。しっかり逆サイド持ってってあげて、ラムライダー!オッケー。ちょっと声がね、高いの出ないんですけど。まあまあまあ、まず、いなしていくと。一戦ね。で、ちょっと雑談長かったから2戦でいい?ごめんね、やっぱ。ごめんね。うん。よーき、多分これ、ローカル1ページ目乗ったか。ギリ乗ったね。よっしゃ、もう一戦行こうか。よくでしょ。いや、マジでね、ドズさん、せこいな、マジで。本当に、ああいう話あんましたことなかったんで、いつもね、その、会った時も、剣爪バイソン最近頑張ってますね、ぐらいしか言わない人だったんでね、本当になんか、ね、せこいなと思って。昨日ね、本当に軽い気持ちで動画出したの。なんか、ドズさん、ちょっと俺からもなんか言っとくか、つって。あ、そうね、もちろん。感謝してる気持ちは大いにあるんだけど、まあ、ドズさんちょっと一発ネタ言っとくか、みたいな。え、実際ドズさんすごい方なんで、それでやったんだけど、まさかこんなさ、来ると思わんやん。いや、びっくりしたわ、マジで。本当にね、見てくれたらわかりますね。でもなんかやっぱり、いいなと思った。だし、ドズさんの周りって、すごい人で溢れてるじゃないですか。だからこそクラロアアンバサダーの、そのポジションについてるわけだし、会社だってやってるしさ、その、慕われたりじゃん、プロゲーマー、プロプレイヤーだしに。だし、他の会話の人ともコラボしててさ、やっぱそういうなんか、人に集まってきますよね。その、ワンピースでいうルフィじゃないけどさ、ね、ワンピースでいうルフィじゃないけど、ドズさんもなんかそういうポジションかなって思うんですけど、でも俺じゃねえルフィはって思うよね。ってなったら、ドズさんどこだと。もともと医者ってなったとすると、チョッパーなのかと。いや、待てよと。考えた時に出てきたのがワポルですね。はい。そんな感じで2戦目のマルチやっていくんですけど、なかなかマッチングしない。うん。走りながら風船ガムを噛んではなりません。はい。読ませてくれない。ヒントを見ようか。エリクサを効率的に使うことが勝利の鍵です。確かに、それはそうやな。チャレンジでは現在のチャレンジにおける勝率に応じて対戦相手が選ばれます。あー、そうそう。グラチャルは、同じ勝利数同士のマッチングが、基本で、4勝と6勝とかも当たる。2個差ぐらいは当たりますね。はい。あのプリンセスに近づくと顔が熱くなるのが濃い?いいえ、あなたの頭が燃えてるんですよ。なるほどね。じゃあ頭が熱くなるってよくね。そこはちょっとあれか。突っ込んだらかな。協力バトルにおけるキングレベルはあなたとチームメイトの平均値に調整されます。これさ、1と13でやってみたいよね。あ、できるか。作ったばっかのサバーコとやれば、いけるんか。でも多分13の方にレベル合わされると思うんで、多分無理だね。毎週日曜日はショップに行って無料のスーパーレアカードもらいましょう。さあな、ユニット割りの。ちょ、待って、ヒント思んないね、絶望的に。ここにちょっとボケ入れといてよ。ちょっと面白いやつ入れといてくれたらさ、俺もちょっと読むじゃん。ちょ、何やねん、これ。だからこんなにマッチ時間あるんだったらさ、マッチ時間の、じゃあマッチのマッチ時間があるんだったらさ、もうクソつまんねえの、お前ぶっ飛ばすぞっつってな。あるんだったら、最初に俺 BGM とめ喋らなかったじゃん。ねえ、考えて。何これ、ドズさんの差し金?上の戦国の差し金か。
うーつってね、ドフラミンゴ言ってるんだけど、このワンピース知らない人からしたら喋んなケンツミってなるよね。ナルトだったらわかる。わかる。多分、ドズさん長寿じゃない。知らんけど。いや、それもちょっと言い過ぎか。部分倍かっつって。これもちょっとマイナーだな。漫画すごい好きなんですよね。アニメもすごい好きなんですけど、今やっぱね、ハマってるものといえば、五等分の花嫁です。まあ、これはね、結構動画でも、そのケンツラジオでもね、紹介したんですよ。五等分の花嫁が面白いよっていう。それを、やっぱ聞いて、なんかその、五等分の花嫁、アニメ見たら、ハマっちゃって漫画も買いました。どうしてくれるんですか、ケンツメイさんってコメントすっげーもらうんですよ。ツイッターでも、YouTube でも。その、ケンツメイさん影響で出会えましたみたいなね。そういう話があって。そう、だから語ってくださいみたいな人がいっぱいいるんですけど、五等分の花嫁っていう、まあ、知らない人のために説明します。五等分の花嫁っていう、週刊マガジンかなで連載されてる漫画があるんですけど、5姉妹。もう女の子5人兄弟ね。5人の姉妹がおって、その姉妹の家庭教師に主人公がつくみたいな感じですね。で、まあ、家庭教師のね、先生が男で生徒が女ってことは、まあ、どういうことかと。ね。スケアイスピ切ったら、ホグかクロスみたいな感じで、男と女ってことは恋に落ちるってことなんですよね。だからそういう話です。で、まあ、最終的に誰か一人と結婚するんですけど、誰と結婚するか分かんないんですよね、作品中見てて。だから、あれ、萌え系のアニメに見えて、実はね、謎解きなんですよね。伏線とかもいっぱい落ちてて、こう、誰が最終的にフィニッシュするんだみたいな感じですね。で、5姉妹だから、5つ子だから、その、顔がみんな一緒なんですよ。ふざけんの、お前。リトルドッグ、お前。今、いいとこじゃん。ああ、せっかく五等分の花嫁について語ってたの終わったわ。でね、その、1から2の、ミク、四つ葉、五木っていう5人がいるんですけど、あの、でもアニメとかは、その結構萌え系で終わったんですよ。まあ実際可愛いんだけど、その、漫画とかはもっとね、シリアス。もうドロドロの感じがすげえ面白くて、これね、マジでね、見てない方はね、ぜひね、見てほしいなと思います。そういうなんかああいう萌え系のアニメに抵抗ある人でも、こう、最初に見やすいと思いますね。ほんで、ストーリーが面白いってやつ。あ、それで言うとね、プリキュアもね、実はあれ面白いんだけど、みんなどうされでしょ？ちょっと待って。おい、プリキュアのせいで、マチャチャが変なとこ出たやん。これ相手ペッカ？ペッカだ。勝とう。ペッカはね、集中しないと勝てないんで、プリキュアとか、おー、トリトン。緊急度される。あっぶねー。おー、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 おー。おんねんな。強いな、トリトン。やりますね。いや、トリトンね、初めて当たったかも。この神器使ってから初めて当たって、トリトンに勝てるのかどうかってとこがね、一番のポイントだと思うんですよ。あー、ペッカ逆サイト釣れないって考えると、ん？ユーノンとこがトリトンになってて、あとエレキとペッカと、多分ポイズンとって感じか。どうしようこれ。アイゴラ出して、トリトン来た。インドラ出す。インドラ出してペッカ出さないでしょ右側。これな、ダメージ入るんですよね。わざと引かせます。で、ペッカ出せます。で、どうせエレキ来るんで、これ。ちょっと待ってな。エゲキクビって分かってたとしても、今の止めれんかったな。やべ。やべ。いろいろ事故ってら。あ、でも、このアイゴレが、めっちゃいかんじゃね？逆にみたいな。キリキリキリ。まだ迷るね。まだ迷る。なるほどね。ちょっと待って、ちょっと掴んだ気がする。あーって、位置が違う。お前、待って、うわ、ぶねえ、怖っ。あー、これ、行きたくねえな。でもさ、これさ、もう積みじゃね？サイクルが悪い。ちょっとなぁ。ロリババッコで切っちゃうと何が怖いかってそうなんですよね。そういうことです。あいつ、しばきたいなぁ。左行きたいね、これ。おー、なるほど。じゃあ、ランバー流してあげて。延命される。インドラ出す。ザップ？待って、強くね？あー、ペッカきちいな。
38吸われたのが痛えけど、ペッカトリトンか。やっぱトリトンに弱いっては言われてたんですけど、なんかね、まだね、正解が見えてない感じがしますね。多分俺いけると思うんですよね。防衛アイゴレじゃなくて、そのユーノがいない分トリトンうまく使って、そのトリトンにアイゴレわざと持ってかせてペッカを後ろに釣るっていう作戦もありだと思うんで、その敵陣に防衛ディガー出せるイメージでユニット飛ばせると思うんで、逆にトリトンを利用して守っちゃえば多分俺いけると思うんですね。あとはまあエレキに対しての対象かな。まあそんな感じで、まあ今日はね、これで8000目指そうって言った感じでやってたんですけど、まあトリトンと当たったんでよかったかなと思います。最後にクロスボウのリプレイだけ見とくか。ちょっとあと花嫁の話させて、2倍で流しとくわ。そうで、まあそういうアニメというか漫画があってね、面白いですよね。まあそれとあとはワンピース読んでて、あとキングダム、あと僕のヒーローアカデミア、ワンパンマン、進撃の巨人かな。そんくらいですかね、俺が読んでるのは。そんくらいやつも結構多い方だと思うんだけど、キングダムはマジで、あのね、全員読んだ方がいいよ。あれもうね、義務教育って言われてるから、キングダムは。本当に面白いよ。男でキングダム読んでないやつは、女って呼ぶ、俺。マジで。キングダム読んでない人、女って呼ぶんで。マジで。でもこれね、女性の方に勧めると、キングダム。ハマる人はハマるんだけど、マジで面白さ分からんみたいな、汗臭いっていう人もいるんですよね。そこは難しい。さあこれ相手ね、守りすぎなんで、このインドゥーラが止まらないと。許容ですね相手。そうマジでキングダムはね、面白いですね。で僕のヒーローアカデミアは、まあまあまあ、なんだろう、その能力者系がまず好きなんで、ワンピースとかみたいな感じでね、そのヒーローアカデミアはそれで面白くて読んでますね。でそれで言うとワンパンマンも、なんかその能力者系っていうのが面白いかな。あとはなんか最近ワンパンマン面白くなってきてるんでね。最初はね、じゃあどんなものもワンパンするっていう主人公なんですけど、いや、それおもんなくねと思ったけど、他のキャラがね、際立ってすげえ面白いし、なんかね、こう、絵がすごいですね、本当に、絵が。キャラデザとかのやつが面白いですね。で、昔の漫画で言うと、あれかな？スラムダンクとか、まあ、ドラゴンボールとかがすごい好きです。スラムダンクめちゃめちゃ好きですね。マジで、ね、バスケやっててスラムダンク読んでない人がいるっていうのがすげえ悲しいっすね。マジかと思っちゃう。クロコのバスケは稲妻イレブンだから、あれ。俺稲妻イレブン見てサッカー始めたんだよね。まあまあいると思うよ。確かに楽しそうだなと思ってやるのは全然構わないんだけど、違うじゃん。技がみたいなね。クロコのバスケは、サッカーでいう稲妻イレブンみたいなもんで、キャプテン翼とかなんかな、サッカーの漫画よくわかんない。青足とかが、スラムダンクと一緒ぐらいかな。そのね、面白いんですよね。まあそんな感じで、クロスボウいなしていき終わりました。最後のラム入んなくてもマジアチャでどうせしゅぱれるんで、まあ今のは、ぜひね、目で見て覚えてみてください。ということで、まあ今日ちょっと長い動画になったんですけど、終わります。今日の2本目の動画ね、 2v2、この間ゲームイズ戦ね、勝利したので、その、動画を一緒に北ちゃんと見るっていうのを出そうと思っています。ではお楽しみに。今後もね、ケンツメシ含めクラゲ界隈の皆さんを、どうぞよろしくお願いします。まあドズさんの方がすごい年上で、お父さん的ポジションではあるんですけども、負けじとね頑張っていきますし、自分からも、ドズグボエの方ね、ドズグライブの方をちょっとねよろしくお願いします。ドズさんの動画ね、癖になる面白さもありますし、なんだね、見てて優しいっすね。なんかこう、なんだろうな、こう、平和な気持ちで見えるっていうか、初見さんでも楽しめる感じがすごいっすね。で、ケンツメシの動画はちょっと、言うたらこう、なんか、ケンツメシっていうのを知ってる人が見たら面白いみたいな感じになっちゃってると思うんで、まあまあ、これを機に知ってくれた方はね、一緒にどんどん濃厚な関係になっていきましょう。では、おつめし、バイバイ。